な。覚悟しな。やそりゃ。やほせや。やしよ。覚悟しな。そんなバカな。どうしたの？さっき話した不気味なお城のことなんだけどね、やっぱり勘違いじゃないよ。だってあのお城でソラはカイリの心を助けるのにキーブレードを使って一度消えちゃったじゃないか。僕とっても心配だった。忘れられるはずないよ。ああ、俺がハートレスになっちゃった時か。でもあれって城だったか。ああ、忘れたよ。僕だって覚えてるよ。なんて場所だっけ。それはもちろん。君にメモに書いてあるよね。もちろん。この城に来る前にちょうど一冊書き終わったところなんだ。古い方のメモはあった。見つけたぞ。どれどれ。なんてことだ。どうしたの。地味にメモがみんな消えてる。どのページも真っ白だ。わかって。一体どうして。ずっと大事に持っていたのに。
私の大切な記録が。記録が消えるなんて、何なんだよ。私の夜へ記録が消えるよって。多分記録だけじゃない。さっきグーフィーが前に行った城のことを話したよな。でも俺たちみんな思い出せない。それってひょっとして俺たちの記憶がなくなってるってことじゃないか。記憶覚えてか。思い出した。アクセルの仲間が言っていたぞ。ここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所だと。あれは記憶をなくすという意味だったんだ。先に進めば思い出を忘れる。だから忘却の城なのか。同じことを思い出が消えるよ。そのうち何も思い出せなくなるってこと？リクやカイリのことも。やっぱり会える？大丈夫だよ。行った場所や見たものは忘れるかもしれないけど、友達のことは忘れないよ。そうかよ。ねえソラ、ハートレスになった時僕たちのこと忘れちゃった？忘れるわけないだろ。ほらね、どんなことがあったって忘れないってことだよ。あ、だよな。ありがとう、グーフィー。おう、友達のこと忘れるはずないよ。おう、ではおやじを、みんな、おう。俺がハートレスになったとき、全然気がつかなくて散々叩いたのは誰だっけ？そういうことは忘れていいんだよ。わあ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 。